はいどうも、おはようございます。まあ、土曜日になりましたね。7月23日、朝6時なんですが、えー、とかなりね、価格の方が136円終わって135円台まで来てしまったというね。いや、今月中に140円狙えるのかなと思うような上昇の動きだったんですけども、ここに来てですね、18日から始まった週で、停滞どころか逆回転というのをしまして、 で、マチレンジってのがあったじゃないですか。覚えてますマチレンジってのが、ここにこういう風に弾けるわけなんですが、まあなんとね、ここからですね、まあバグンバグンと落ちてしまって、すごい勢いで来ましたね。特に昨日なんですけども、昨日はね、ここで底を打ったかなと思ったんですよ。これ後ほど紹介しますけども、この形ってのは、底を打ちましたよってサインに使われることが多いんですよ。ところがですよ、ところが、さらにバカーンと落ちて、そして、かつて、 もう使わないかもしれないなと思ったこの赤いライン135円の556にまた反応しましたよそして今ここで横ばいになっているということでございますちなみに今家ご覧いただいているのは1時間軸ですけどねいやこれねどう考えればいいかってことなんですけどもそれも合わせて今日紹介しましょうじゃあ冷やしの方を見てみますよ冷やしは考えるという話をしてからが随分久しいわけですけども135円の556ねここですよ ここに反応して止まってるわけなんですよ。そして陰線が随分続きました。途中ね、下髭を出した溶線に変わったかなと思ったんですけども、それをも突き破って大きく下の方にドーンと。そしてこのライン、懐かしいこのラインで止まってるっていうことが、やっぱりね、いつまでも使えるんだな、このテクニカルの横、水平線っていうのはね、と思うわけなんですよ。で、こっからね、 私は決断しますこれはねテクニカル的にどうこうっていうんじゃなくて決断するしかない時が来るんですよでこちらはねこういうふうにそろそろ伸びていくんではなかろうかってことです価格は十分価格はね十分落ちましたんでこっからさらにね134円とか133円に向かっていく要素っていうのはまあもう見つからないんじゃないかなというとこですよね、うん、で何が決断かっていうとテクニカル的にはねあの売かセルのどっちかに向かうわけじゃないですか そして判断がつきかねるときってあるんですよ。で、全体的にはこれは今、バイの流れなんですよね。これもテクニカルですよ。全体的にはこれ右肩上がりでしょこっからブレイクして、そっから迷いなく上にずっと行ってるわけですから。これはもう本当に右肩上がりの流れなんですよ。一時的にセカンダリトレンドを掘ることがあってもね、これもセカンダリトレンドと言えますけども、でもやっぱりテクニカルの方向に戻っていくわけですよね。その時に、じゃあ決断なんですよ。うん。 バイで行くのかセルで行くのかっていう計算をするときにあのバイで行く可能性とセルで行く可能性両方あるんですよね常にそして今回は右肩上がりなんだけどもここ1週間セルの方に向かってるセカンダリートレンドなんですよねこれがいつ終わるのか分からない状態のときに一つのポイントとしてこの赤いラインですよね何回も使ってきたここに達して跳ね返っているという事実があるんで来週からはバイに入る体制を今度こそ取っていこうかなと思うわけなんですよ もちろん18日から始まった週でも倍の方にシフトすることを希望して見ていたわけなんですけども結局は倍の方に行くどころか横ばいから逆にですね下落に向かっちゃったわけなんですよねまあそこで4時間に行きますけどももう全てセルに向かうそういった根拠は全部出尽くしたっていうふうに考えられないかなと思ってるんですよで通常でしたらねここが一つ そこを打ったところのポイントになって、V の字を書くように回復していくだろうなと思っていたんですけども回復に至らず。同じようにここもそこを打った形にはなってますけども、V の字を書いて戻っていくのかなと思ったら、いや逆にもうちょっと下の方に行っちゃったわけなんですよね。で、今回135円の556って何回も何回も使ってきたところに足して大きな髭を出して上の圧力を作ってるわけなんですよ。うん。で、 ここでついにトレンドの方向に戻るんではなかろうかと、私は決断して、えっ、ー、と、25日からの週を送ろうと思ってますね。で、もちろん25日にもう一回しっかりと値動きを見ていかなければ、エントリーはできませんけども、でも25日から29日の7月最終週には、倍の方向に戻ってくれることを前提としながらね、相場解説の方をしようかと思います。じゃあ、あとはおまけですね。 おまけでですね、一個だけちょっとね、切り取った図をお見せしようかと思います。これはあ、昨日の14時の段階なんですけども、そこを打ったサインっていうのが矢印のところに出てます。インセント溶線が、長めのやつが並んでいて、下にね、げが似たような形で出てるでしょで、これっていうのは V の字を書いて元の方向に戻っていくことが多いんで、この黄色い線、黄色い線っていうのは、こちらのね、 こちらはこちらで底を打ったファンダメンタルの V の字ですよ。この先っぽを超えたら倍しようかなと思って倍ができたわけなんですよ。で、ここで多少ですけどもね、6000円くらい取れたわけなんですけども、その後ですよ、なんとこれがですね、通常通りっていうかね、今までの経験だとこっちに行くことが多いんですけども、多いんですけども少ない方向に行っちゃったんですよね。 で、だだ下がりしちゃったということで、まあ、理覚しといてよかったかなと思います。ただし、これは昨日も何回も申し上げましたけども、何かの参考になる話じゃないですから。ただ私が小銭を取りに行っただけなんでね、ここは何の参考にもなりませんので、動画化はしておりません。意味がないんでね。で、えー、そっからさらに下の方に向かって、えー、これからはね、もう完全に逆回転ですよ。ずっと今まで右肩上がりで来たものが、急速に、えー、右肩下がりになって、135円にまで行ってしまったと。 現在ねその図がもう一回お見せするとこちらなんですけども135円までドカーンと下がっちゃいましたねで今あの戻ってきてここで横ばいに入ってる状態なんで、えー、こっから25日の週は回復していくんではなかろうかというふうに前提を決めながら25日月曜日を見ていこうかと思います。 まあそこでね、また全然関係ない動きしましたら、もしかしたら7月の最終週も、もうなんか見てるだけみたいになるかもしれません。棒立ちになるかもしれません。うん、でも少なくとも、ここから上昇する可能性はありますんで、その可能性の一番大きいのが、かつて使った、この135の556が今回も生きてるってところなんですよ。ここをね、まずは一路の望みとして、最終週を見ていこうかと思いますね。はい、長い解説になりました。今週もお疲れ様でした。 あとはですね、そうですね、FX オリガルヒの方に関しましては、あの、例の話ですよね。ファンダメンタルが同じ方向に戻るのは何でかってことをね、一つの例を用いてお話していこうかと思います。あくまでも参考程度、雑談程度にそちらの方は聞いてください。えー、それではね、雑談のページをこの土日で更新しますので、お楽しみに。ではあ、土日はチャートが動きませんので、それぞれ、えー、講義を見たりとかね、Q&A を確認したりとか、 で、新たなる Q&A が生まれたりとか、補助線を引いてみたんだけども、こういうふうに来週って動くんじゃないかなっていうのは、予測がありましたらお寄せください。それでは本日は以上です。お疲れ様でした。